ニュースポストセブンです。小林麻耶さんの YouTube での発言が芸能界を激震させています。小林麻耶暴露と題した動画で涙をこらえながら妹真央さんの乳がん闘病中のエピソードを明かした麻耶さん、病室での市川海老蔵さんの様子について、ものすごく苦しくて本当に大変な時に競馬新聞を病室で開き競馬を見ながら楽しんでいましたよね、私と母と父の前でと主張、真央さんから苦しいよ、離婚したいよと相談を受けていたとも明かしています。審議も含め動画に対しての海老蔵さんの反応に注目が集まっています。ニュースポストセブン。